中華を食べに行ったけどまさかの広告アレルギー。ラッピーファンクラブ、中華の伝統。ラッピーファンクラブ、セントリーハウ。神戸中央区元町チャイニーズだらけの駅前。今日はどう、ほんま調子よい、ならばどうしよう、レッツトー飛行よ。まずは一発挨拶、それってなんだっけ。こんにちはじゃないぜ皆さん、せーのでニーハオからのこんにちは。はい、よく読むよろしい。超論法をかたてにイヤホンからグミとかガミネビ、三つ星エンバー、いわゆる一つのワークストップ。どうにもこうにも飲んで飲んで飲んでストップ、キリがないぜ。やったらゴージャス、負けら全輪もんググれば最善。笑い合ってな言葉なんて通じなくてもなんじゃないね。 Yeah、 これが中華の洗礼、断面かわされちゃってなんちゃって。半年過ぎた。